ヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日何をするかなんですが、今日はね、自分のバイクに引きずられながら冒険をするゲームというね、謎のゲームがあると聞いたんで、そちらプレイしていきます。あ、実写、まるで実写かと思うようなめちゃくちゃ高画質だ。肌感とかすごいな。これ警備してるみたいだね。これなんかセレブが一堂に集まってるみたいな感じが、軍人もいる。雑な感じの字幕出てるな。ガヤかっこガヤ。あ、王冠かぶってる。王族も来てるのか。なんかアラブの富豪みたいのもいるみたいだね。お、紳士淑女の皆様、ご静粛に願います。大変お待たせいたしました。まもなく弊社執行役員の登壇となります。何やるゲームなんだこれ。全然何にも分かんないね。ぶっ飛んだゲームなのは分かるぞ。来た、執行役員。誉れ高き各界指導者、諸侯並びに一般人諸君、第3回ビッグアームズ賞へようこそ。ビッグアームズ賞、もう第3回なんだって。まずは列席の超ビップゲストの中から数人にスポットライトを当てよう。もちろん表向きはここにはいない方々ばかりだけどね。アメリカンジョーク来たな。北朝鮮からのお客様、キム・カンヒだ大丈夫かなこれ。大丈夫なゲームかな。動画にできるかなこれ。いきなりきな臭くなってきたよ。お次は新たに再編されたソビエト連邦からセリゲイ・クズネツォフ将軍だ。ソビエト連邦再編されたんだって。そしてアメリカ陸軍大将ハロルド・ロバート・ブラッドリー。各国の軍のお偉いさんが集まってるんだね。これアクションゲームだよなムービー長いな。お二人さん、今日だけ仲良く頼むぜ。お、結構お茶目じゃん。アフリカからは気合すべき我らがフバラバサバラ大王だ。そして最後にヘルライダーズ代表のホルト・ライバッハだ。ヘルライダーズ。あ、全然拍手がないよこの人だけ。さあ、いよいよお待ちかねの瞬間だ。ビッグアームズさんの自信作、最新の戦略的人工知能搭載車両。あ、これがバイクか。人工知能搭載アイリス&スパイク。割と見た目的には昭和なデザインだな未来感じゃないな。ちょっと古く感じる。 B 級映画に出てきそう。何あのトゲダサいな。ちょっともっとなんか未来を感じるのが出てくると思ってた。地上最強最先端の武装戦闘バイク、言語を6500以上操る。最低価格は3億5000万ドル。え、350億円。何それ、買える人いるの。なあ、試乗はできるのか。申し訳ないが乗れるのは購入者のみってことになってる。誰々特例はなしだ。350億円試乗なしで乗れるかよ。お、天候ばかりは思い通りにならないってことだな。少なくとも今のところは。まあいいさ、室内でハラペーニョの肉詰めをつまみシャンパンで乾杯でいこうか。いいか、お前らこいつをガレージに運ぶんだ。傷つけたら海に沈められると思えよ。黒いところ見せてきたな。これ雷がさ、バイクに落ちちゃうんじゃないの、ひょっとして。違う、携帯電話が鳴るすごい字幕きたな。あ、ひょっとしてスマホに落ちるのこれ、雷が。もしもし、あ、お前か。今夜仕事だって言っただろ。いや、遅くなるよ。帰るって言った時間に帰るよ。うわー、落ちてきたやっぱりや350億円が故障しちゃうよ。もう会社潰れるんじゃないこれ。壊れてない、やべえ。結構しっかりムービー作られてんな、それにしても映画見てる気分になってきた。おい、パブロ、アイリスがショートしちまった、直してくれ。大至急だ。お、この人がやっぱやったんだ。この間みたいに責任を取らされるのはごめんだ。頼むよパブロ。会長はアイリスとスパイクの両方をショールームに並べて見込み客にバッチリ印象をつけたがってる。雷落ちたら直せないでしょ。もう全部壊れちゃってるよ、電子機器きっと。おいおい、また面倒事かよみたいな顔してる。あいつら何をしたんだ。あの野郎に何かされたのか。お、雑誌捨てちゃったけど、俺が直してやる。喋れるはずだから聞けばいいのにね、バイクにね。ああ、ここにいたのか、美しいお嬢さん。なんたることだ、いつにも増して美しく見えるよ。君は本当に美しい。あいつら何を考えてるんだ。え、こんな350億円のバイク一人で直せるもんなの。状況を確かめてみるとしよう。
ムービーマジ長いな。電子カメラ分析。お、超高性能 AI が水着の姉ちゃん分析し始めた。興味深いわ。そうなの。準備はいいか。第5回フリーダムラリーが始まるぞ。提供は高性能チェーンオイルで有名ななんとかだ。あ、なんかレースが行われるみたいなことをテレビで言ってるんだね。何でもござれみたいな。第5回フリーダムラリーをよろしくな。生きるなら自由に、乗るなら死ぬな。生きるなら自由に、乗るなら死ぬな。あ、これで何かを学習しちゃったってこと、ひょっとして。あれを命令だと思って。インディアナ州スコッツバーグね。スコッツバーグを見つけなくちゃ。あ、これラリーに参加しようとしてんの、ひょっとして。やべえぞってなってる。あ、あれ、ちょっと待って、靴が。ねえパブロ、どうかしら、私と究極の夢を見てみない。あ、雷に打たれて自我を持ち始めたんだ。命令違いじゃなくて、エンジンが動いて。あ、なるほどね。このまま動くと。行くわよパブロ、タイヤが外れるまで走りましょう。ああ引きずられ始めた。乗せてやって、お願いだから座席に乗せてやって。ゲーム始まる。よく聞いてくれ、私は君に引きずられてるんだ。いや本当だよ。もちろんわかるわよパブロ、私は5000種以上の言語に精通しているもの。とっくにこう、なんでまたがらせなかったんだよこのゲーム。 A ボタンでブースト、ブースト。ちょっとこれ背中が焦げちゃうけど、パブロ、パブロ生きてくれ。パブロ、パブロ必死に足抜こうとしてる。パブロのケツ強すぎだろこんなの。ぶっ飛んだバイクだな。あー死んじまう。そりゃそうだよ、死んじまうよこんなの。これパブロが必死に格闘してるのがめちゃくちゃ面白いんだけど。やばい、あー引いちまった、すまね。おっとごめんなさいね。今のは私じゃないんだ、このバイクがやったんだ、神に誓う。お、来たよ会社の役員みたいなやつが。役員じゃない、ボディーガードだ。相乗り禁止。あ、やばいやばいやばい、どうすんの。カウンターアイコンが出るときに、はい、うわー、パブロ、パブロ一回転してた。パブロすまね、お願いだやめろ。うわ、めちゃくちゃご機嫌なゲームかもしれん。でもかなり操作感はいい。私ようやく楽しいっていう概念が理解できたわ。とんでもねえこと言ってるけど。よし引いてやるぜ。ほらほらほら、巨大なメカが接近中って言ってるよ。あ、戦車じゃん、こうか。なるほど。あ、後輪は足みたいにこう開くことができるんだね。お、助けてくれ。ジェットパックに人助けてくれ。アイリス爆破されたら一緒に死んじゃうけど、パブロどうすんのこれ。来るぞ来るぞ来るぞ、ボタンを押すとエンゲージ、エンゲージ。あ、体当たりってこと、発動撃。おら食らえ。格ゲーみたいの始まった。あ、いた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 、ガードみたいのはないのかよ。アイリス結構飛べるのね。やったぞ。やったったぞ。ほら、ボタンを押すとパブロを投げました。どういうこと、投げるってどういうこと。えい。パブロブーメランなんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい。じゃパブロもさ、そのまま逃げればいいのに逃げれないのな。お、パブロが頭突きしてる、何それ。パブロ結構協力的なんだが、くらえ、パブロ勝ったって。パブロ、パブロ便利なんだけど。何それ。悲鳴が聞こえる。つうかパブロで攻撃してるんだけども。パブロでさ相手を殴ってるよね。お、いいよいいよいいよ、よしもうちょっとパブロ頑張れ、もうちょっとだ。くらえ、パブロをくらえ。よっしゃ、オッケー。ほらパブロが、パブロが縦回転してる。パブロ不死身かな。もうアイリスがすごいじゃなくてパブロがすげえって思い始めてきた。パブロを食らえ。オッケー。パブロも超高性能 AI で作られたロボットなのかもしれない。 B ランクでした、楽しい。あなたロードトリップに出かける暇ある。背中が。うわー
これでだから出たんだね、工場外に出てきた。パブロも強力ですが速度の遅い格闘攻撃ができます。パブロ攻撃な。なんかタイヤで引くとかならわかるんだけどさ、なんでパブロを使おうと思うんだろうなこいつ。銃とかついてないのか。やばい。お、ボタンを押しっぱなしにすると遠距離攻撃を使える。暗い。あ、ついてるじゃん銃が。なんでパブロ使ったんだよ。なんでだよ、なんでパブロ投げたんだよ。わかんねえよ。人間そんな頑丈じゃねえからな、言っとくけど。くらえ。あ、パブロこんな感じか。もう普通に銃撃った方が良さそうだな、こう。あー、当てにくい。いいよ、しばらくパブロに休憩させてやろう。さすがにな。だいぶ体痛めてるだろうからな、銃でなんとかしていこう。ほらほら、はい、全部撃ち落としました。車ステージしか銃撃てねえのかな。来てパブロ、冒険を始めましょう。もうとっくに冒険してるわ。この苦しみが終わる日は来るのか。意外といいスコアだったな。B パブロには悪いけど結構いいスコアだったわ。もうとにかくさ、ついていくことは認めるから、あの背中にまたがらせてあげたい。なんで引きずるんだこれ。あ、なんかスキル振りみたいの来たよ。ライフとターボ、格闘戦闘技術、武器アップグレード。武器アップグレードってあのマシンガンみたいな。これパブロのアップグレードはできねえのかな。そういうのはないのかな。なんかライフのところになんか見つけた。パブロがアイリスのライフを最大 50% まで回復する。走りながら修理してる。壊れた方が楽なんじゃないの、パブロにとっては。次のステージに行きましょう。面白いかもこれ。ねえパブロ、こういう敗訴な街では私たちみたいなアウトローな生き方は嫌われるみたいよ。いつの間にか仲間扱いするのやめてあげて。パブロは誘拐されただけだから。本物の走りってものを見せつけられたわね。うわあ。めちゃくちゃ必死なんだけどパブロ。私たちって完璧に分かり合えてるわね。言語翻訳モジュールエラー。分かり合えてねー、分かり合えてねーよ、言ってること伝わってねーよ。スコッツバーグってどっちかしら。もうあれだよ、そのパンツ脱ぐしかないよパブロ。もう絶望してるパブロ。まだ諦めてない。あ、無理ださ、無理でした。お、あ、これもう一台じゃん。アイリスとももう一台。奴らを確認しました。奪い返せないようなら破壊しろ、分かったか。イエス、了解しました。さあライバル機来るぞ。向こうは一機だけどこっちは一機プラス一人だからな、こっちの方が有利なはずだ。さあ行くぜ、行くぞパブロ。やばい、パブロが引かれちゃう。これ車ギリに寄ったらパブロ引かれんのかな、これやってみたいな。あ、相手が避ける、相手の車が避けてくれる。絶対やばいだろこれ。あ、だから銃で撃てばいいんだこうやって。来たぞ来たぞ来たぞ、追っ手が来た。撃て撃て。よし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 。ねえパブロ、私の弾薬は尽きることがないの。どういう仕組みだよ。もうパブロのことは忘れよう。もう目的地に着くしかないと思う、多分パブロ解放するには。あ、やばい、来た。ほらーパブロー、はい。パブロそれできるならさ、車体の上にまたがれない。危ないところパブロが助けてくれたわ。パブロいいとこあるな。まあ、我が身がかかってるからなパブロもな。もうこの失態は言い訳できないだろ、パブロも消されるかもしれん。まあ、目的地についても謎のレースに参加させられるだけだと思うけど。パブロすまね。パブロを振り回して攻撃することもできるみたいなんだけど、当たんないよねこれね。どうなってんだろう。やばい、来た。やばい、またがられてる。パブロー、だー、いいね。いや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 、パブロにも深刻なダメージ出るからそれ。
もう死んでるかも、パブロ。まだ生きてるかな。 A 取ったんだけど。A 取ったんだけど。アイリス聞いてくれ、俺を引きずってるんだぞ。すいません、翻訳モジュールがねエラー入ってて。A パブロ、その通りよ。この辺りのスピード制限はもっと高くするべきよ。やっぱ伝わってない。何も伝わってないよ。衝動を感じるわパブロ、もっと早く走りたい。シャツが破れちまう。頑丈なシャツだなおい。あー、また来やがったな。ほら、くらえパブロ、くらえパブロ、もうちょっと頑張ってくれよ。お、システムエラー。あー、やられた。くそー、パブロの頑張り足りんかったか。いつの間にか結構食らってたみたいだ。ノーって言ってる。ノーノーノーって言ってる。すまねえパブロ。このパブロの縦回転攻撃はマジ面白い。お、うわー、パブロ、パブロすげえ。そんなんできんのパブロ。俺のせいじゃない。もう絶対許してもらえないよパブロ。もう絶対協力的だって思われてるもん。よっしゃー、ダン。ヘルメットに頭突きしても効くのか分かんないけど、まあ、効いてるからな、とりあえず。ほらー、いいよー。もう40コンボ来てる。時々パブロがコンボに参加してくれるからな。いいよパブロ頑張れ、もうちょっとだパブロ。ちょっと痛いかもしれんけど耐えてくれ。やりました。評価は F?F? 一回やられたからかこれ。お、なんか乗ってるよ。なになになに、緊急連絡。目的地の小さな町について、水道設備をダメにする前にあのタンカーを全部破壊しなきゃ。何言ってんの、水道設備をダメにする。もうぶっ壊れちまってるんだけど、機械が。こんないいパン使わなきゃよかった。パンツがすごいいいやつだからお尻破けてないみたい。なるほどね、なるほどじゃねえんだよ。石油タンカーを3分以内に破壊しろだって。どれだ石油タンカーって。ああれだ、これだこれだこれだ、石油タンカーこれな。はい、まずは1台目。こんなハイウェイの真ん中で石油タンカー延長させたら大事故になるけど。大事故、大事故じゃ済まねえけど、いいのこれ。邪魔者が、邪魔者が。オッケー、加速して寄っていく。石油吹き出してるんだけど。もうすぐ爆発するぞ、もうすぐ爆発する。あ、生きた。あ、でもなんかなんだろう、炎が撒き散るとかなかったみたいだね。さあ、あと2台。もうテロリストになってる。よし、もち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 、まずは黒服をやるんだ。黒服を、黒服も悪いやつらじゃないだろうな。きっと暴走してるマシンを止めてるんだからさ、黒服って普通だったら悪いやつに見えるけど、明らかにこっちが悪だからなこれ。悪っていうか、悪っていうか何なんだろうな。邪魔だ、そこをどいてくれ。引いちゃったよ。もちろん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 。いやー、勝てえな。パブロ、私も一緒に過ごせて嬉しいわ。よかった、一緒に過ごせてよかった。でパブロやめろ、余計な書きをするんじゃないパブロ。やべ、あと1分しかねえ、あと1分しかねえ、急がないと。よっしゃー、2台、あと1台。急げパブロ、急いでくれ。あと30秒。あー、時間が足りないかも。邪魔をするな、俺の邪魔をするな。あと20秒だ。本当だったら止めた方がいいんだろうけど、どうせゲームオーバーになるだろうからな。いけるいけるよパブロ、いけるよ、きたー。オッケー。もうこれで国際指名手配だよ、テロリストとして。おそらく容疑者パブロになるんだろうな、パブロがそそのかしたみたいな。全体 C。 こんなに頑張ったのに C なの。あ、パブロがもっと協力的だったらな。パブロを投げると敵の攻撃を邪魔できるっていうのがあるな。これかな、パブロ投げ取ってみよう。パブロがバウンドして2体にぶつかるようになるってあるぞ、これか。すまねえパブロ、本当に悪いと思っている。まあしょうがねえな。パブロの行く末が気になる。もうゲームクリアする頃にサイボーグになってそう。は
はい、というわけで今日はバイクに引きずられながら冒険の旅をするロコサイクルプレイしてきました。いかがでしたでしょうか。冒頭のムービーもそうなんだけど、制作者の人たちがなんかノリノリでやりたいことをやりきったゲームっていう感じがすごいしますというわけで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。